達100人作るもん。よいしょ。オフの感じ出ちゃった。今回のゲストはこちら。どうも、ヤスと横田さんのヤスです。ヤスおはようございます。あ、いいね、いいね。だからこれはヤスを本当は撮りたかったの、俺は。そうですね。でもあのセットで今里勝手についてきたから、あの今里の分も前回撮らせていただいて。まあそうですね、さっき言ってたもんね。言ってたんですけど、やっぱ一緒にしちゃったんですで今里の分動画稼がせていただいて、はい、で結局今里友達ヤスしかいないっていうね。だから本当良かったよ。確かに僕は今里と同居してましたからね。あ、そうだよね、はい、え、どれぐらい一緒にいた？1年ぐらい、本当にぴったり1年。いや、すごいな。絶対嫌だもん、俺芸人さんと住むなんていや、そうっすか、潔癖症っすか。いや、潔癖とかじゃないけどさ、嫌じゃない？芸人なんて特に嫌だよ。いや、全然でも今里は大丈夫っすね。嘘で、仲良すぎてさ、今里とヤス仲良すぎてお互いボケても無視したりとかするなんかそういうとこあるよね。いや、だからあれですよね、別の漫画読んでる絶対ダメじゃん、普段一緒に行っても。いや、勘二分ない。だってなんかさ、俺はやっぱさ、気張るわけじゃないけどさ、はい、一応芸人と会うとかなったらさ、なんかしてたらボケな、突っ込まなきゃみたいなさ。ああ、そうですね、確かに。で、今里のさっきのこうやって歩きながらこうやってやってるみたいなとかさ、あいつ普段からやってるって言ってたけど、どう考えたってボケじゃん。で、俺突っ込もうかなと思ってヤスの方見たら、なんかさ、見てるのに何も言わないでニヤニヤしてるみたいなさよくないよ、あんな普段からやってるからなんて思ってる。いや、やってんのやばいんだ。そうなんですよ。いや、だからそれを、いや、渋谷さんが言うのかなと思って、撮っちゃいけないなと思って。いや、撮っちゃいけないからみたいな。いや、普段のなんかそういうノリがあるのかなと思って俺はこう見た上で一発目のツッコミいただいて、2回目以降は俺それ生かしていこうかなと思うけど、はい、大体お互いボケてもなくさ、無視かなんか聞こえなかったふりみたいなするじゃん、お互いやんなやんじゃんと思って。2人の時は2人でやってるから、別に誰にも突っ込まれるわけでもなく。いや、やんな、それ何なんだそれ。だから2人でこうやって街でこうやってやってる時間何なの。別にボケとかじゃないから。ボケとかじゃなかったら何なのこれ。いや、別に何かこれ呼吸いや、呼吸は呼吸じゃん。こういうなんかないって、そんなリズムの。いや、なんか野球選手のこういうのと一緒で、バッとこういうタイプこれの時のこれと。あ、そうだ、野球で思い出しましたけど、はい、野球好きじゃないですか。野球好きです。で、僕も野球最近すごい見るようになったんですけど、野球あるある欲しいなと思って。なるほど、なるほど。なんか一個あるんですよ、僕最近野球あるある手に入れて。はい、なんかある、パッと思いつく野球あるあるって。ある。あ、野球あるある。うん、え、それは試合中でいろいろ。あ、まあ野球関連で、プロ野球選手とかでもいいし、草野球とかでもいいし。野球、僕高校まで野球やってたんで。はいはいはい。野球あるあるっていうか、野球部あるあるなんですけど、うん、監督来るまでめっちゃ気抜くっていうのは本当そうだよね。大したことじゃないかもしれないですけど。わかるわ。俺本当に中学まで野球やってたから分かるわ、その感じ。その最初のランニングとかしてる間とか、監督来るまでってなんかこう、なんか小笠原とか分かるわ、大体、うん、こんなんやって、落ち合い監督来たら急におざすみたいな。分かるわ。中学の顧問の先生めっちゃ怖くてさ、まだあれですもんね、その鉄拳制裁とかあったりしてた。うん、そうめっちゃ怖い先生だったから、怒られないようにみんな過ごすじゃん。けど、なんか理由作って怒るような先生だったから。で、別に真面目にやってんのに、なんか最近たるんでるぞ、なんか最近たるんでるぞの説教の時間みたいな始まって、バックネットっていうの、グラウンドの何だろう、後ろのあれなんていうんだっけ、バックネットね。バックネットのところにみんな並ばされて、先生めっちゃ怒ってるみたいな、すごいピリピリしたムード、で、そのバックネットに当時その顧問の先生がストラップ引っ掛けて、携帯こうバックネットに引っ掛けてた。あ、ここにね、で、お前ら最近たるんでるぞなんかって。で、なんかって何ですかみたいな感じで誰かが言って、で、いや、お前らの普段のそういうなんかまんねってるんじゃないけど、お前ら気合い足んねえみたいな、うん、なんか怒ってくるみたいな。で、なんか何を謝ればいいかわかんないし、俺らもうびっくついてたっけ。後ろから当時着信メロディーです、単音の
瞳のラブ2000の音聞いてる。タタタタタタタ、全員もうこんなになってる。ああ、それあるある。ああめっちゃあるな、あの緊張と。おもう怒られてる時のラブ2000の単音やばいよ。あしかも笑えないもんね。笑えない、笑えない。笑ったらまた怒られるもん。だから先生とラブ2000に挟まれてる状態だから。やばいやばいやばいみたいな。あーめっちゃありますねそれ。確かに。いやそう、怖かったなあれ。地獄だったよあんな。あのだからエンジン組んでる時の、うん、その要は自分が1年生だったら3年生とか2年生の先輩ってふざけて変顔してこっち見てきたりする。あーはい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 、はい、あれあるよね。あのお尻触るみたいなのあるじゃん野球部って。わかるわ。監督にはふざけてるのバレちゃいけないから、うん、ここだけ笑うみたいな。ちょっとそのスタンスでずっとやってますね。いや確かにめっちゃあるよね野球部あるあるね。そのエンジン組む時にさ、試合前とかじゃん、試合始まる時とかにエンジン組むじゃん。その時とかにさ、こう気合い入れるためにあれやるけどさ、こうやって集合っつってさ、エンジン組む瞬間にクサッって言ったらめっちゃウケる。クサッって一回言ったりとかしたら、はいはいはい、ウケるみたいな。ウケる。じゃあ監督にバレないようにふざけるみたいなのがもうめっちゃあるな。それずっと来てる。あれもうなんだろうなと。今はめっちゃあるか。でも俺最近そのプロ野球よく見るようになって、はい、あるあるっていうか当たり前みたいにみんな見てるだろうなって。その景色としてただ見てて気づいてないのかわかんないけど、 85% ぐらいのプロ野球選手バッティング前チンチン触ってるよね。あこれね、うん、あれさ、これさ、なんか外国人選手とかだったらさ当たり前みたいにこうやってさこんな感じで触るけどさ、はい、日本人の人ってちょっと恥ずかしいもあるからバレないようにさ、はいはい、なんかこうみたいなさ、うん、あれが俺の中であるあるでさ、何万人もの人に見られながらさチンチン触るってどんな気分なんだろうな。めちゃくちゃ興奮するのかな。松井秀喜はだってやってましたよね。うそ。早めのなんかこういやもうおしっこしてるじゃん。こういうこっちがもう2球ぐらいまでこれやったら切ってるじゃん絶対。でも絶対おしっこ切ってんじゃんそれで。松井秀喜とかは多分外野手だから別にチンカップつけてないはずなんです。キャッチャーはつけてるからこうあるかもしれないけど。あそういうことなの。あれチンカップでいいサードとかはつけてる可能性ありますけどね。俺が思ったのはさ、一般の人の足の太さだったら問題ないけど、プロ野球選手って足太くなるから、太ももがね、そう太もも太くなるから、この部分がこう後ろに行けないから前この太ももで前に絶対あるから、それでいずくなっちゃうんだなって思ったんだけど。あーそうなんかつけてるからってことかな。そうじゃないですか。じゃカップをずらしてるってこと。カップずらしてるからこういずいからじゃないですか。あそういうことなんだ。確かに。でも太もも太くなりすぎて、うん、結構物が消えるなくなる人もいるらしいですからね。物がなくなる。おこすりこれすり切れてなくなるみたいなこと。最後人参の根っこみたいになるらしいですから、ね、あそうか、摩擦でなくなる。摩擦でそうだんだん最後っていう伝説もあるぐらいですか、ね、あ確かにね、都市伝説だよねそれは。あそうなんだ。あでも気にするよね野球選手。めっちゃね、なんかもうちょっとなんかうまいことやれるのになって。絶対そうだね、触んなくてもいいはずだもんね。そう触んない、だってどっちにしろちょっと触ったぐらいでさ、また次の打席に触らざるを得ないぐらいさこのポジショニングはミスってるわけじゃん。確かにそうっすね。だったらなんかもっとうまいことやれるはずなのになって。だって自分が今打席立つってなってさ、テレビで抜かれてるんだよ、はいはい、テレビで抜かれてて2万人ぐらいがあなたのことを見てる状態でチンコ触んなきゃいけない、結構なことだよ。だからもう触らざるを得ないぐらい気になってるんですね。こうまずいいバッティングするためには。いやまあそうなんだろうけど、はっって気になっちゃったらもう次の人も触るかなみたいな見方になっちゃってさ。で女性ファンとかも今多いじゃない。確かにね。だからどんな今あっちんちん触ったなってみんなもちゃんと思ってくれてんのか、それだったらいいんだけど、なんか景色の中でなんとなくそういうバッティングの一連の中で、そう一連の中でチンコ触んのも込み込みだって思ってるんだったら別に普通に草野球とかじゃそんなことないイメージ。確かにあんまり見ないですね、うん、触んないよ、ね、ここだもんね、こう直したり、うん、だからプロ野球あるあるになるのかわかんないけど。いやいやプロ野球あるある確かにみんな触ってないもんな。そうそうそう、だからみんなはどう思ってるんだろう。野球部の時は、でもそれこそ中学高校野球部の時ってスラパンだよね。あスラパン入ってるけど、うん、
でもあの立ってなきゃいけないんですか、中学野球とか、うん、攻撃の時とか立ってみてるでしょ、うん、出てない間って、うん、であのだんだん眠たくなってきて、うん、こうなんか寝起きみたいな、その朝立ちみたいな状態ガッチリ寝に行ってんじゃん、 ありません、そのでもいやいや ありません、試合中とかにあやべやべみたいな、でもその時ちょっと前かがみになるみたいな、こうなるみたいなのは結構よくある。いや、あの試合中に寝に行かないからだからその時その状態で僕咲いちゃったらこうなっちゃうの、いや急になんかスケット外国人こういう修学野球でそんなやついないから、いつもこんなんなのに急にこんなになったりとかっていうのはあるかもしれない。あ、そのいや眠くなる、ピチッとしてるから。いや確かにさ、あの高校野球を俺経験してないからあれだけどさ、はいはい、中学野球の俺外野手だったけどさ、ボール来ないっていうのあるんだよね。さあ私中学野球だったね、確かに全く来ない。だからもうスタメンで出て7イニングかな、中学野球全く1回も守備機会ゼロみたいな試合とか多々あった外野飛んでこない。高校は飛ぶっしょ。でも、まあ、高校は飛んでくるっすけど、怖いな高校の外野やりたくないわ。確かに僕はあの野球一振りで僕高校入ったんですけど。え、どういうこと。あの高校一振り、僕あのその中学の時別に強く、うん、中学校じゃなかったし、別に僕もそんな目立った選手じゃなかったんで、うん、高校の時に部活見学会みたいなある高校行ったんですよ、野球部あるとこ、はい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 、でその日になんか見学会の雨でできなくて、うん、別日に監督に電話して部活見に行ってもいいですかみたいな。おお、攻めたね。そこなんだと思ったから、うん、でそこ行っていいぞって、僕しかいなかったんですよ。おで冬の練習でお前なんかバト振ってみろみたいな、うん、であのバドミントンの羽みたいなあ、じゃあ君推薦ねなんでこれ一振りで僕そのやっぱ素振りを繰り返したから。何打ったんだっけ。バドミントンの羽パコン。裏口入学じゃん。いやいや、これででもいや、このやっぱ侍だと思われたんだね、この一振りでこいつもしかして逸材じゃないかっつって。おお、すごい。で入って、うん、一番最初に出た試合でエラーして、そこからもずっと干されてた。干されて、干されてた。こいつ守備下手じゃんっつって。バッティング侍だけど。バッティング侍だけどっつって。DH があればないやでもほんとそれそうだよね。いやほんと、いやだってさ、マジでさ高校野球も DH あっていいと思う。いや確かにそう、まあ、でバッティングめっちゃ得意な子いるじゃないですか、うん、そういう子には DH でもいいかもしれないですよね。ほんといいよね。だって別にほんとプロ野球でも DH あんだからさ、多分日本にいるうち DH のやつで守備捨ててバッティングめっちゃ特化しにいけるじゃん、ね、その鼻から DH になるんだ、うん、俺って思ってな。鼻からそう守備捨ててさ、打撃に本当に 100振りしに行けばさ、ね、本当にすごいバッター生まれる可能性あるんだから、 DH マジで中高とかでも必要だと思う。朝立ちしてなくても最初からこういう構えのやつがいや DH 専門だから。もう朝立ちしてなくてもしないの基本僕らは朝立ちしてるからこういう構えですけどなんで試合中に朝立たないのマジでどんだけ集中して見てないの。暇すぎて。いやでもさ、中学校1、2年の時とかってもう結局出れなかったりとかしたら暇だなってなってくる。1時2試合確かにリーグ戦とかだいぶ眠いよな。じゃないですか。いやそうだけど、ガッチリ寝に行ってたあたたちちょっと眠いなぐらいだったらガッチリなんない。こっちの意思と関係ないからね、朝たち。いやいやそうだけどさ、おおって元気すぎるだろう。まあ、確かにね、元気がさ、やすってなんか毛の感じでわかるよね。まあ、その、そうですね、これみんな多分知らないと思うんですけど、うん、剛毛なんですよ。分かってるよ実は、その、あまあ出してないけど、うん、なんかやっぱもう、そういう人だなってパッと見でわかるよね、やすって。そう、あのあ大丈夫携帯、あ、すごい、うおー、あぶねー、剛毛の話してたら、ま大丈夫？危ねえな、危ねえ。すごいね。よかった。顔なアップ。危ない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 。そんな風吹いた急に今。取っときますわ、うん。確か風ビュービュー言ってんな。ちょっと、もう締めに行くか、もうちょっとね。お前なんで急に締めんすか。意外と14分喋ってたな。小林くんの時40分喋ってた。僕らの時話すことな。いや意外と、いやまだ行けたよ、野球っていうワードがあれば。野球っていうワードに行こうとして行けたようじゃない。伸ばそうと思ったら、まだまだ話すことあるんですか。いやでも本当にリアルにちょっと雨降ってきたからさ。あ、なるほど、ね、マジでもうちょいで締めに行きましょう